どんぐりFM。この間台風すごかったですね。はい。もう朝から大雨で。でもあれ意外と朝起きたらそんな降ってなくて、前の日から台風来るって言ってたのに、どうせだったらもう朝からガンガン来てくれた方が良かったなと思って。結局会社普通に行ったんですけどね。あ、行ったんですね。朝行ってそんな降ってなかったんで朝。で六本木着いたらめっちゃ降ってて、あ、なんか損した気分だなと。来るならもう朝がっつり来てほしいし、遅れてくるんだったら昼間に来てほしいなと思いましたね、うん、あの日なんか駅の中普段通勤の女性がみんなレインブーツ履いてて、うん、僕結構長靴好きなんですけど、長靴が好き、長靴を履いてる人が好き、長靴履いてる人が好き、はいはい、ちょっとなまった夏目さん長靴好きですか？長靴単体でも別にそんなに興味ないですし、履いてる女性もそんなに、そうなんだ、はい、僕結構長靴いいんじゃないかと思って、アンケート取ったんですよ、雨の日のレインブーツ履いてる女の子が結構好きかどうかみたいな、そしたら63% がどうでもいいっていう、ほらやっぱりどうでもいい、これちょっとショックなんですけどだって長靴って最近、レインブーツっていうのかな、割と可愛いのが多いじゃないですか、綺麗な柄とかで、でそういうものを買っても、なかなか登場できないわけですよね、大雨の日じゃないと履かないし、ちょっと雨だと履かないじゃないですか、だから結構、その長靴は満を持して出てきたんだなと思うと、ちょっと愛おしくなんないですか？群れますよね。群れますよね、全く興味がない。そうですね、この 63% のどうでもいいに入るかもしれないですね。そっか、僕は結構ね、でも実は好きだが 37% いるから、まあまあ多いんじゃないですかね。N 数は107、結構聖地じゃないですか、本当に63人ぐらいがどうでもいいと思ってて、なるほどね。そういうなんだろう、こうちょっと普段見れない、あ、そうですね、非日常ですね、そのなんだっけ、ミスタードーナツじゃない、あれだ、ミスターミニッツの前で、ミスターミニッツで靴を直してる子が好きと同じ現象ですね、僕の場合。そうか、じゃあこれたまに下駄で来るとかの子がいたらいいですね。あ、ほらやっぱりたまになものが好きなのかもしれない。僕とかずっとサンダルなんで、たまに靴履いたらめっちゃもう燃えますよね。あと例えば夏にどっかの大学が今日は浴衣の日とかやるの知ってます？ああ、七夕とかでやりますね。そうそうそう、ああいうのすごい好き、いつもと違う感じが、その一環ですね。そうですね。浴衣は好き？僕、浴衣着るのが、浴衣着ている女性が、ああ、浴衣着ている女性は好きですよ。そっか、レインブーツよりも、はい、圧倒的に。そうなんだ、僕はレインブーツという方は結構同列ぐらいにきますね。おお、結構高いですね。高いですね。浴衣は多分このアンケート取ったら逆転するぐらい、そうか。ミスターミニッツでレインブーツ直してる女の子いたら最高ですね。浴衣着てね。浴衣着てレインブーツ直したら最高ですね。そうですね。それはちょっと頭悪い子ですね。そうですね。夏目さんって多分一生長靴買わないでしょうね。そうですね。買ったことないかもな。僕も買わないですけど。だってスリッパですもん。そうだね。今日もサンダル。そうですね、レインブーツってだってこれ、その綺麗なレインブーツ履いてる女性たちはオフィスについてどうするんですか？一日それ、一日カッポカッポして歩いてるんですかね。蒸れるじゃないですか。確かに。どうなってるんですかね。履き替えるのかな。ああ、オフィス用の靴に、それで来ればいいじゃん。ああ、濡れちゃうのか。濡れちゃうからどうなってるんですかね。でも濡れるシチュエーションってそんなにあります？そんなに駅から家が遠い、駅から会社がね、だってミッドタウンとか直結じゃないですか。濡れないですよ。でもね、乃木坂からは歩くしね。結構いましたけどね。あの台風の日、僕の前職のリクルートは多分ほぼ全員自宅になってましたね。そういうの素晴らしいですね。わざわざね、行かなくてもいいですからね。僕ずっと小学校の時に暴風警報とか大雨なんとか警報が出て、帰りなさいってなるじゃないですか。あれなんでなんだろうってずっと先生に聞いたことが、今雨めっちゃ降ってる帰りなさいってその時って一番書いちゃダメなんじゃないかと思って、ね、いた方がいいかもしれないですよね。そう、うん、なんでなんだろうね、うん、なんでそんな台風の時とか行かなくていいじゃないですか、そんな会社に、うんうん、家でやればいいじゃないですか。台風の日って池田勇人さんが大抵、うん、こんな日に会社に行くやつは社畜ら高知に来いみたいなツイートをするんですよね、うんうん、で今回台風もすんのかなと思ってなんかしてなかったですよね。見るの忘れてたんですけど興味ないんか結局見てないんですけどしてなかったのかな今回は。あんま見てないですね。そっか、それは結構楽しみなんですけどね、うんうん、でもなんか会社僕リクルートので思いましたけど、うん、何人かこう会社から来なくていいよっていうメールが全社に流れたっぽいんですね、うんうん、それで、うん、行くのやめたって知ってる社員がたくさんいたんですけど、うん、それぐらい言われなくても、 もう別に小学生じゃないんだから、うん、自分で今日はやめますって、うん、まあそれでいいんじゃないですかね、うんうん、でそれをこらーっていうような会社だったら、うん、じゃあもう僕と会わないんでじゃあさよならでいいんじゃないかなと思っちゃいましたけど、そうですね、会社が来いって言ったら行くって、うん、行くなって言ったら行かないんだと思って、うん、まあ、変な感じですね、うん、うちの会社もまあ自由でしたねその日はね、うんうん、だって、うん、家の前がすごい橋がなんか吊り橋とかある人だったら大変ですよ、うん、ちょっとした風とかでも。そうですね、うんうん、そんな家のこと分かんないんで自分で判断できるなと思って、うんうん、もう一回台風来てくんないかなと思います、ね、なんで結構レインブーツ好き